ただいまより第1回白里町子ども議会を開催いたします。白里町議員及び教育委員会の主催によりまして、子ども議会を開催し、私たちにこのような機会を与えていただき、皆さんと共にお礼を申し上げます。学校の代表として来ているわけですので、自分だけの体験とせず、今日体験したことを各学校に持ち帰って友達にも話をして、ぜひ政治への関心というのを高めていく役割を果たしてほしいなというふうに考えております。ただいまから白里町子ども議会を開会いたします。僕はネバー人材センター事業にたくさんの高齢者が参加できるようにしてほしいと思いました。議長2番。2番、森島玲君。児童が虐待されているかどうかをつかめたのに、どのような対策をしているのか。虐待を未然に防げるようにしていきたいと思います。以前、黒内小学校が違う建物になる話も聞きましたが、その話はどうなっているのでしょうか。積極的ないろんな提案に耳を傾けて、早くですね、小松小や古内小学校の空き校舎についても活用を決めていきたいというふうに考えております。白里町にはまだまだ田舎が残っています。それを逆手に取った不便さを売りにするようなことこそ必要なのではないでしょうか。 AED が使われる回数が増え、地域で命を守る体制が作れるのではないでしょうか。なかなかこういう機会っていうのはないと思うんですけど、町民の意見を取り入れるっていう素晴らしい機会だと思うので、今後もぜひとも増やしていってほしいと思います。緊張はしたんですけど、議長としてしっかり、議事を進行することができることすることができてよかったです。町にこうゆくゆくはね、自分の町に貢献できるような人になってくれるといいなと思います。観光客を呼ぶ方法を検討していただければと思います。リーを活用した、これをやってもらうんだっていうのね、それを町長に言うのに、ね、少し町長を睨みつけてね、やってやればね、もう少し迫力があったかなと。でも大変元気よくねやってたと思って、もう安心しております。今回の子ども議会を通して町の政治や行政に対して関心を持っていただき、さらにですね、郷土愛を深めてもらって、白里町で、活躍していくというそういう決意にまでつながっていければいいなと思っております。はい、3、2、1、はい、もう1枚いきます。3、2、1。